皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、超次元ゲームネプテューンの実況プレイのパート55やっていきたいと思います。リーンボックスの物語を進めている途中ですね。教会と貴族の戦闘は、どうにかね、ここのハードのグリーンハードにて、ひとまず、収束したのかなと思うんですけども、まあ、どっかにまだね、宣教師に化けていた、マジコンヌが、どっかに潜んでるはずですので、これを追って、しっかりと叩いておきたいと思います。で、レムナント、人気のナイト、こちらにね、行くことになると思います。では、早速行ってみましょう。早く終わらせたいですね。あ、早速。さて、じゃまずマップを確認。なるほど。なんか奥の強そうだな。超って普通になってるけど、普通に超ってなってるけど、あ、言えわ。じゃああとはネプテューンに任した。よしよし、ボッコボコにしてやったもんね。この調子でどんどん強くなるわよ。レベルが上がりました。ウェーブ蘇生薬。今のウェーブっていうのこれだよね。属性能力60って魔法だからな。魔法は別にいいや。戦闘不能の味方を最大 50% で復活。おー、これはいいね。ネプテューンまたちょっと。あ、いた。じゃあ一気に倒しちゃいます。狙った獲物は逃がさないわ。その間合いも私。
よし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 。やった勝った。15万。レベルアップ。お、パーティカルショット。魔法系か。出てる。もっともっと強くなるよ。キック左打ち。全体攻撃だ。見せなきゃダメなんだね。だね。じゃあいいや。その前に終わると思うけど。あ、勝ったなこいつ。終わりだと思った？残念。よっしゃ。ボコボコにしてやったもんね。ここでもまたあいつと戦うのかな。マジコンヌ、さっき戦ったばっかりだもんな。そんなに強くならないでしょ。なんか弱そうなのが出てきたよ。アリアン的に。こっちボス部屋でしょ。てか他に部屋ないもんね。この勝負もらった。寝
ネプコに任せようと思ったけど、動いてくるんだったらしょうがない。なぜか行動していない人がね閉めるっていう。ん？行き止まりじゃない？ついにここまで来たか、ネプテューヌ。待ちわびたぜ。宣教師の正体を知られた以上、生かしてはおけん。ここが正念場だ、ネプテューヌ。覚悟しろ。あ、何？結局戦うの？いいわ、相手してあげる。なんだ？あ、でもさっきな、麻痺の、ね、アイテム式でちょっとスペース減らしちゃったからな。逃がさないわ。ガンガン殴っていくよ。もう一撃できる。敵との属性で攻撃していきます。今のこんなもんでいいかな。すでに結構いいダメージ入ってるっていう。あ、ハサミ行くよ。あ、ボタン間違えた。もう一回。危ない。もっともっと攻撃。もう一回。連打してるから自分も何やってるか分かんなかったね。よっしゃ。最後的企画決めよう。全力で行く。ほとんどスキップしちゃったからね。覚悟して。止めるものか。よし、文句なし。この程度で負ける私じゃない。レベルアップです。コンパ特性回復薬。相手にならんね。まさかここまで来て任されるとは思わなかった。せっかくのモンスターを
大した困難にはならなかったと思う。戦いを積み重ね、私たちは日々進化する。モンスターくらいじゃこの勢いは止められないよ。わー、ネプネプかっこいいです。そうです、進化するです。進化した私たちは何度だって負けないです。と言っても戦うことはもうないだろうけどね。見納めか。そう考えると敵ながらちょっと寂しいわ。嘆くことはないぞ。私は何度でも現れる。また会う。まだまだ底知れないでね、いつもね。今のところ全然楽勝ですけど。さて、これで一見楽勝というところに収まってくれるんでしょうか。大陸の人々と女神様、争いが収まり、今一度事態を見つめ直す守護女神グリーンハート、当事者であるネプテューナたちも呼ばれ、教員長イボワールの是非を問う。ねぎらって差し上げたいところですけど、教員長、貴族長にはすでに来ていただいています。まずはこちらの問題が先ですわ。なぜこの娘たちがここにいるのです。特にネプテューヌはグリーンハート様の宿敵ではありませんか。この方々は当事者ですわ。ですからこの場に立ち会ってもらっているのです。異論は許しません。そもそも今回の一件、教会側の事実隠蔽がきっかけだったそうですわね。なぜそんなことをしたのか説明してくださる？国政院の反乱は教会組織全体の恥です。ですから私は国政院反乱に関する全てを隠蔽しようと考えました。嘘、全部嘘なんでしょ。ジャットから昔のこと全部聞いたもん。たのは反乱の理由が教員の弾圧から異端者を逃がすためだって。貴族の人たちに知られたくなかったからでしょ。どうなんですか、答えなさいイボワール。その通りです。ですが異教を取り締まることは教会の務め。女神様の風分を汚さぬのも教会の務め。厳罰をお申し付けになるなら甘んじて受けましょう。しかし私は女神様のために最善を尽くしてきました。それだけは信じていただきたい。今回のことは全てを教員長に任せっきりでいた私の責任でもあるかもしれませんがね。まあ、今までいろんな女神見てきましたけど、一番大人かもしれない。やっぱり結局女神様とは名ばかり。今回のことも未然に防ごうと思えば防げたはずですのに。後悔は先に立たないって言うけど本当だよね。でも後悔したなら次からそれを生かせば済む話でしょ。記憶を失ってもそういう前向きなところは変わっていませんわね。そうですわね、次に生かせばいいのですわ。これから精一杯挽回していきますわよ。ところでネプネプは鍵のかけらというアイテムを探していらっしゃるのでしょ。うわ、忘れてた。イース、もう待ちくたびれて干物になってるかも。女神様、どこにあるか知らない？もうの強力なモンスターに守られているのでしたわね。心当たりがありますわ。例のコンベルさんが時折通っていたダンジョンがありますの。ただものではなかったようですし、調べてみる価値はあるのではなくて。
後で場所をお教えしますわ。でもその前にパーティーホールの方にねぎらいの準備をご用意しました。こうやってパーティーにお誘いするのももう3回目ですわね。と言っても最初の1回は教員長の自作自演でしたけど。なるほど。何はともあれ鍵のかけらの情報もゲットですね。では来ましたね、リーンボックスの鍵のかけら。では次回はこちらを攻略すれば最後の鍵のかけらも入手してイストワールの解放もなるといったところでしょうかね。では今回はここまでにしておきたいと思います。さあ次回はね、4つ目の鍵のかけらを探しやっていきたいと思います。はい、では超次元ゲームネプテューヌ実況プレイのパート55、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てくれなー。